やっと一人になれたイバラ姫。求めた静寂に安堵して、眠りの準備を進めます。けれど、なぜだか眠れない。小さな違和感が眠らせない。イバラ姫は仕方なく、違和感の正体を探しに行きました。ふかふかの枕。今はいい。なんだか嫌な予感がする。もう眠っていい？いつもならすぐに眠るのに、なんだか嫌な夢を見そうな気がしたの。巻き込まれたかったらどうぞ。ふわふわのお布団。楽しい夢は大好きだけど、怖い夢は大嫌い。ふかふかの枕。ふかふかの枕。眠くて眠くて仕方ない。けれど、今眠ったら闇が来る。
器をどうぞ。皆様に祝福を。闇は夢の中にも入り込み、きっと怖い世界に変えてしまう。兄様、やっつけて。まだ倒れられては困ります。怖い夢を見そうな時は、誰かにそばにいてほしい。ああ、眠りたいのに眠れない。誰か。
私に安眠を。これでいいのかな？眠りたいのに、眠りたくない、なんて。私は今、寝ているの？それとも起きているのかな？夢と現実がわからない。みんな大丈夫？全部倒す。すやすやと寝息が聞こえます。目の前にとても幸せそうに眠る人。茨姫は羨ましくなって
自分も眠ろうと目を閉じます。でも待って、どうしてその子は私に似ているの？すや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 眠る姫、それは小さな違和感の正体。いるはずのないもう一人の茨姫。まだまだ大丈夫です。すごい、ナイトメアになっても眠るんだ。ブレないせいに次で憧れる。え、これ私なの？ちょっとして見ればわかること。違う、闇姫、闇を邪魔するよ。はぁ、退屈。茨姫と茨姫、眠ることが大好きで、寝起きが悪いのも全く同じ。ああ、これは自分なのだと、茨姫は自覚する。取り巻く闇に囚われれば、自分もナイトメアになるのだと。だがしかし、その恐怖に怯える前に、おやすみなさい。小さなあくびを一つして、茨姫はすやすやと眠り出した。